はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。今回は、00の街だね。この死の街に来ております。もうクロスボウがヘッドショット一発なんでいいかなみたいな 来ちゃってもいいかなみたいな感じで、もう結局来ちゃいました。それとあとあれだよね、何だったっけ、隣のこれ壊せるな。こっちがいいかな。こっちの方が早いかな。音鳴らないかな。やばいね。センスなった？大丈夫。そう。なんだっけ。隣の廃墟の前で、無限脇じゃないだろうなって思ったんですけど、なんか、ゾンビ減らなかったんですよね。倒しても倒しても。なんでもう、あっちも無限脇かもしれないと思って。それぐらいだったら、この規模の小さいこっちに住んだ方がいいかなって思って、こっちに引っ越してきました。引っ越してくる予定です。もうまあ、あ、ちょ、待って、虫来て、虫来て。見えない、見えない、見えない。どこ？あ、いた。当たんないか。あ、いいね、いいね、いいよ、いいよ。ナイス。で、何の話したっけ？そう、こっち、まあ、漁ってて、こっちに引っ越してこようかなって計画しております。おお、いいね。スチールアローに9ミリパレットにショットガンする。しかもスラグ弾あったね、今回。ショットガン弾増えたっぽいっすね。弾の種類が。スラグ弾っつったらどっちがスラグだっけ？あ、なんか、弾、ネイルガンみたいなやつがスラグ弾だっけ？覚えてないな。あれ？これ。こんなとこあるんだ。へえ。落ちたら骨折コースだね、多分。どこで殴ってんだろう、ずっとゾンビが殴り続けたんだけど。わかんないね。暗くて見えないね。どこに建物建てるか、まだ決まってないし。建物というか拠点を作るかね。立体駐車場ってなくなったのかな、もしかして。バイクのパーツ手に入りすぎるから、なくしましたとかありえるよね。そんなことないかな。あったら嬉しいけどな、立体駐車場。車いっぱい止まってて、漁り放題なんだよね。いやー、バイク乗りたいな、早く。倒して遊ぶのにな。いないね。あ、あっち車あるね。いいね。あ、あの建物もしかして2階に、あの、武器のケースがある建物かもしれないですね。あ、いた、ゾンビ。当たんないか。センスのなっちった。倒せたのかな。そんなことないよね。あ、倒せたっぽい。あっちにいる。ダメだ。お、どうだ？血出たね。倒したんじゃない？動かない。ただの屍のようだ。次は？まだ5時だから。トミーたちが歩いているのはもう出てもいいんだけどね、全然。こっち暗いから外歩いた方がまだいいし。あっち屋上やっぱ行けそうだよな。建物変わったかな？中から入れるようになったかもね。うん、中から行ってみようか。他にゾンビいないかな。
なんかいい感じの音楽になりましたね。もしかしたらこれでゾンビが歩きモードになったかもしれないです。で下降りてみましょう。ね、そしたらもう12時から6時で、うっ、びっくり。12時から6時で固定になったのかもしれないですね。そんなこと書いてあったっけな、パッチ。本当に。パッチの音ちゃんと見てねえからな。ああ、これ。どうしよう。テーブルあるから行くか。ボールセーフあるけどな。別に、一回やめた。よいしょ。ボールセーフどうせ開けられないし。こっから行って。どっから出るんだ。こっち明るいからいいな。うん、なんだろう、こっちは。でも、シアターって、いいアイテムあるイメージないんだよね。さっきのところの部屋だね。あ、絶対これある。こういう、がっつり系の壁が、壁というか、とか奥に何かがある。あ、やべえ。ボールセーフ落ちちゃうじゃん、俺。セーフの裏開けちゃった。どっちが早かったんだろう。こっちでいいだろうな、多分。いいね。もしかしてドロップ自分の作れる上限プラス1とかプラス2とかだったりするのかな。それか、もしくは、掛け算かな。可能性が、あー、これ動いてるわ。動いてるわ、もったいない。外れだ、外れ。お!来たー、フレーミングアローシーまで。これちょっと気になってたやつがここでできた。これで燃えてる矢を作れるっぽいです。あ、いいね、これ作ろう。いや、うん、ね、もうセーフ、もうセーフしかできないよ。できないね。よし、帰ろう。降りよう。どこだ、こっちかな、階段があって。どこ、外ホードだ。ホードもしくは単純にゾンビが多いだけか。多分多いだけだろうね。オールドビア、1匹2匹。通り過ぎたの後ろからやるか。あ、ミスった。ヘッドショットじゃなかった。お、あれ、違う。警察官違う。よーし。あー、ちょっとずつ思い出してきたというか慣れてきたね、ボアにも。拾った直後はひどかった。まあ、拾った直後は、ね、作った直後か。その時はちょっとひどかったね。うわ、インベントリー全然足んない。どうしようかな。どうしようかな。OK。
キュウリパレット30発は持っとくか。でもなんか作ろう、ストレージ。ストレージ、スト、レージ、アモ。アサルトコーンを目の前に置きましょう。ダメージってあいつ絶対気づいてたのに、じゃあいる、どこ、え、おかしくね、え、あ、いた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 、うわ爆発した、もうやな、マジもったいねえわ。シークダメージ出たから倒したのかと思ってたよ。関係ないのに当たってたんだ。うん、ダメだね。ダメだ、やっぱり。インベントリーをちゃんと整理して、ゴミは入れて、あとで必要なのだけ取っていくか。77発だいぶ多いね、だいぶ多いな。よいしょ、いいね。いや、こいつ嫌だ。でっけえ、7番でいいや、7番で。やべ、ダメだ。5番にしとけばよかったかも。スタミナ切れちゃう。スタミナ切れちゃう。5番で5番。おっしゃい、来たー。危ねえ。ファーストエイド最初から使っとけばよかった。犬は効いてないよ、ほんと。完璧来るし。今のは焦ったというか、顔近かったし。何匹の犬どこ行った？あれ？あ、いた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 。さっさっさっさ、おいで。もう来ないし、ナースさん。いや、これじゃない。ナースさん、ダメだ。来てる来てる来てる。皮もらっとこうか、ちょっと。スクラップなんちゃら作るのに皮必要だった気が。なくもなくなった。ちょっと邪魔。どこだ？あ、いた、いた、いた。一発。一発は当たってないな。倒した？いなくなったか、倒したね。あ、もう。あ、もう。そう。探して。来た、ショットガン2丁。しかもファイン。あれ。あれれれれ。虫まで来た。
じゃあ、待って、近い、なんか、やっぱり。いや、ショットガンでいい、ショットガン。ダメ。リロードしなくていいや。どこ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 。やべえ。神の優しい犬。犬やられたくね、今。犬右にいたよね、一匹ね。いや、もう。虫来てる。あ、どこどこ行ってるし。確かにいいね。これ感染してるんだ。犬やられちゃったんだ。ないか。ちょ。虫に2匹まとめていけるんじゃない？この角度。あ、ふふふ。おめ、虫と、あれをまとめて、ゾンビまとめてできないかなと思ったのが悪かったね。うわ、すげえ。いっぱい女出たパーツ。え、しなかった。ツボでいいや。いや、何本あっても足りないな。やっぱこの街やばいのかな。しかも後ろからも来そうで怖いし。いや、倒せない、もうダメだ。もしかしてショットガンだったら腰ラメの頭狙いでいける？あ、ダメだね。今、行かれるところ。今面白いな。山だな。いけんのかな。そんなことないし。ああ、もうこうやって外しても後ろに当たるみたいな。来てないね。うそや。はい、潜ってきやがった。え、こんな硬いの、こいつ。こんな硬いと思うか。斧って弱いんだね。武器には使えませんよ、みたいな。こんな感じかも。崩れた。何来てる今。あ、ない。よしよし、行こだ行こだ。あ、もう。よし。なんで？なんだけよ。弾使い切ったし。使い切ったし、こいつのために。なんかこいつただひざまずいてるだけっぽい、見た目がかわいい。あ、19分もプレイしちゃいました。なんかね、やっぱこの篠町はやっぱ逃げ巻きなのかな。ゾンビ減らないです。
場所を教えてくれるかありがたいよね。なんか暗くなってね、迷彩っぽいんだよ、こいつ。倒したね。スタミナいる。どこだ？こいつか。ショットガン一発か。まあ、何よりですけど。あ、そう、20分経っちゃったんで、今回はここら辺で終わらせていただきます。ショップ行く予定だったんですけど、ショップ行く前にもう、それどころじゃなくなってしまってすいませんでした。次回こそショップ行きたいと思います。よろしかったらまた、あ、犬が来る。よろしかったらまた見てください。って言いたいけど、ちょっと待って。そんな言えない。警察官もどっかいるし。犬も一匹来るし。あ、警察官いた、正面に。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、終われない。いいかな。いいね、多分。犬引っかかってるしね。来てるけどね。やばいやばいやばい。もう一つ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画を見てください。静止画でした。